チャオ、ねるろちです。はい、明けましておめでとう。あ明けましておめでとうございます。はい、新年一発目のね、言霊の動画撮っていきたいと思います。今日は何をやるかと言いますと、召喚ですね。召喚で、マイセレクト召喚っていうのが2種類あるんですけど、年末年始記念と正月記念の方で、今回やるのは正月記念の方ですね。これね、好きな言霊を4体選んで、そのうちの1体が必ず出現するという、まあ、かなりね、お得なガチャになってるんですけど、持ってないキャラが2体いるんですね。その2体がこちら。ウングライズとライカナイですね。そう。この2体なんで欲しいかっていうと、まあ、マズムですね。マズム今僕ソロでね、ずっと、基本的にはソロでやってるんですけど、まあ、もともとマルチに特化したクエストじゃないですか。まあでも、カノン忍のね、出現により、ソロでも回りやすくなったと言うんですが、まあ、マルチでやった方がやっぱりね、集めやすい。で、うちも弟がね、言霊始めて、もう、マズム挑戦できるぐらいまで来たんで、一緒にやりたいんですけど、その時にこの運がね、いるかいないかで、だいぶね、変わるな、という印象ですね。なので、この2体をね、せっかく手に入れられるチャンスなので、狙っていきたいと思います。ちょっとショップからね、まずチケットを買わないといけないです。この正月記念マイセレクトチケット4900円もするんですけど、年末年始の方はね、2940円だったんですよね。ちょっとお年玉価格なのかわかんないけど。はい、ちょっとこれ買いたいと思います。あれどこ行った？これ間違いにくいんでね。てか今ガチャの種類がね、めちゃくちゃ多いんで、間違えないように気をつけましょうね。あれどれだっけ？あ、これか。はい、ちょっと買います。はい、買ってきました。じゃあ早速引いていきましょう。うん。マイセレクト召喚。これだよな、ね。お正月です。合ってますね。4体で選びます。これ2体じゃダメなのかな ?2 体で。保存。引けないんですね。2体だったら必ずどっちか出るから、いいなと思ったんですけど、そんな甘くないですよね。じゃあどうしよっかな、残りの2体。これ服5で出るのかな、それにもよるんですよね。でも全部ね、だいたい新イベージに引いてるんで、服5以上はあるんですよ。歌いと忍の服を上げていくか。この2人だったら出てもちょっと後悔しないかなっていう感じはあるんでね。はい。歌いと忍は今後も活躍するでしょうと。2021年も活躍するでしょうと踏んで、この4体のうちから、まあ、運が出ればね、僕の勝ち。死か運が出れば、運営の勝ちですね。はい、やっていきましょう。選択した言葉で召喚します。よろしいですか？よろしいです。行きましょう。頼むよ。運だよ。うん。さあ、緊張の瞬間。虹になって、んが、皆様、本年も何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。